まあ、ローラーでいいと思うんですけどね、そこまでいいんだったら。なんか僕そこまで言うんやったら。そんなに言ってない。ちょっと待って、決まっちゃったんだよ、ね、今の日本語がおかしかっただけ。ラストやりたくない人いますか？やりたくない、やりたいでしょ、やりたい、いいと思うでしょ、やりたい、いいと思うでしょ、やろうぞ。大丈夫なんですか、やりたく、そう、なんか予定がある人とかいます？大丈夫よ、じゃあ行きます。はい、お願いします。お願いします。お願いします。すっごうまかったね。いや、なんかやりたくない人聞いた方が早いかなって思ったんだけど、これ逆に言えないか、やりたくないですって。ねーろーちゃん、ナイスー、ナイボー、ああ、Aボタン押すや。まあね、あと水ぶす時間なかった。あら、あら、危な。今回はちょっと使わないために自分が。なるほど。今しめ。そうなんだ。うん。こうして、こうして、こうして、こう。あ。いや、ちょっと余韻に浸っちゃうな。やっぱ高ダメだ。つえ。ネロメイアゲンツエーツエーネロメイアゲンツエー。メイヤさんがやばいな。あのキル、クルー2人いる間に通すのやばくない？メイヤさん視点ってどうなったんだろう。ちょっと後で見に行こう。すごすぎ。あれ場所わかるわ、多分貨物で死んでると思います。ラウンジぐらいで貨物の方に流れるネロちゃん見てる。ポのどのタイミング、どのタイミング、停電が、はい、開けてから結構経ってたっけ。これ確かちょっと経ってますね。すぐ解除してくれましたね。うん、赤谷がすぐ直しました。うん、すぐ直しました。あ、治ってからすれ違った。治った後、あ、そうなんだ。だとしたらリンネさん無理ってないときも焦って、ラブカスメイヤゲンまで無理だと思いますよ。はいはい、はい、ゲンさん、ちなみに僕アドミン見てないですからね。あ、よかった僕アドミンの前に立ってるだけですからね。僕は僕から5人弾けますかね、多分。はいはいはい、ちょっと待ってください。あの、停電なって、うん、開けてどんぐらいでボタンでしたっけ。6、7秒ぐらいだと思う。あ、ちょっと訂正したくてちょっとごめんなさい。僕ラウンジの、あのビリヤード台のところでネロちゃんとすれ違った後、アーカイブシャワーでシャワーの覚え芸をペペペって入力してシャワーの真ん中ら辺まで出てボタンです。うん、まあでも右側 ですよね。まあ右側です。だからラブカスメイヤゲンは左側で見てるので弾いてもらって大丈夫です。ラブカスメイヤゲンで、あとリンゴさんとシュネ、はい、6人弾けます。弾ける。はいはいはい。で、タクヤが、停電を配電、あの、展望デッキ直して、はい、その後にリンネさんを見てます。はい、入ってくる。現在リンネさんは、はい、展望とキッチン付近でお会いしてるんで大丈夫です。はい、タクヤさん、僕も見てます。じゃあ、情報的にノスケさんが出してるから、ヤーマンさんぐらいしかいないから。ヤーマンさんね、貨物で一緒に覚えゲー確認したと。ヤーマンさんどこ行ったんですか？ヤーマンは、給油して停電解除しようと思って貨物の電気行ったらすぐ着いたんですよ。で、僕はもう診察の方に降りててますね。でも今エレキに入るところです。だから扉とかは、診察の、エレキ館は扉閉まった状態ですね。はい、下の診察のドアは開けてます。貨物診察の扉開けてね。開けてる。うん、ヤーマンさん、まあ、ローラーでいいと思うんですけどね、そこまでいいんだったら。なんか僕はそこまで言うんやったら。そんなに言ってない。ちょっと待って、決まっちゃったんだよ、ね、今の日本語がおかしかっただけ。そこまで言うんだったら。うん、そんな言ってないよね。まあ、なんかタクヤさんとリンネさんがつながってたらとかちょっと考えたけど、ヤーマンさん目線それくらいしか
言えないだろうな。そういうの、いや無理だよな。すみません、もう本当にちょっとごめんなさい、脳死してます、すみません。そんなに言ってないですよ。そうそうそう、日本語が日本語が出なかっただけでごめんなさい。あのね、もうあの皆さんがそのこまで固まられてるんであれば、のすけさんしか証言出せないんで、ちょっと恨みがいいんじゃないのかな。固まられてるんだって。はい、固まられてるんであればね。はい、そうそうそう。え、ちなみにリンネさんは見てるのはタクヤさんだけですか？いや、違います。ゲンさんも見てる。なので、はい、あの左では少なくとも3人以上で白取り合ってるんで、うんうん、まあ、一応2人で白い白取り合ってる部分だけ確認させてもらってもいいかな。2人で白はないかな。右もなんか固まってませんでした。先端リンゴシューネの3人でしょ。うん、そこどっちも出してる。それよりも左に、ラブカスメイヤ、ゲン、タクヤ、リンネがいる状態だから。あ、じゃあ大丈夫か。え、先端リンゴシューネはどこにおんねんだっけ。ミーティングに先端しゅうね。でも多分リンゴさん金庫多分そっち側行くよ、ね、宿舎で3人合流しました。じゃあ絶対無理よ、うん、はい、僕は黒と、茶色ラブカさんと、ゲンさんとタクヤさん見てます。2人でキッチン分けちゃったりでね、めちゃめちゃ入った。あれ右じゃ俺と山里ネロちゃんさんしかおらん。そう、うん、多分、うん、だいぶ言う話かなと思ったんで、僕はもう全然ローラーはいでいいかなと思っちゃってます、ね。まあ、そこまで言うんだったらね、はい、そこまで言うんだったら、はい、もう日本語的にね、はい、素晴らしい言葉ですよね。そこ、はい、僕から釣らない方がいいような気がします。そこまで言うんだったらね、そこまで言うんだったら、まあ、そこまで言うんだったらヤーマンさんから釣ります。まあ、ヤーマンさんから釣ります。ちょっと、はい、もう全然何でも、はい、すいません、僕はちょっとのすけさんに入れましたけど、本当に見てないんで、僕ごめんなさい、よろしくお願いいたします。そこまで言うならね、そこまで言うならね、そこまで言うならもう釣り始めな。あぶね、ナイス。まあ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 、のすけさんまでは釣ってもいいと思うけどな。どうなんだろう、みんな釣りたくないって言うかな。ボタン押される？ピット点もボタンされないな。釣らなくていいのか。あ、えらい。いや、白。エロすぎる。はい、28、9秒ぐらいで押したんですけど、ちょっと山さん寂しそうなんで全然釣ってもらっても大丈夫です。いや、でもネロちゃんいるから大丈夫だよ。あ、ほんまや、じゃあ大丈夫か。いや、任せます。まあ、いや逆にヤーマンのすけじゃない場合が怖いから、タンズリでもいいかなって正直。ああ、いや僕もね、なんかちょっと怖いなって思って。ヤーマンのすけじゃないってことないんじゃないですか。いや、だから三人会とかですよ、もう。あ、ヤーマンのすけじゃない場合って、僕が多分ネロちゃんの証言嘘ついてる、そのマット、マットでぐらいかな。で、白のヤーマンさん釣って、僕釣ったらクルーももう一枚落ちるみたいな。はあるかもしれんけど、その場合リンゴ周年センターの三人街が成り立たないからないと思うけどね。リンゴさんももう絶対無理だもんね。うん、なんか弁当移動してきる、あ、なんて言うんだろう、そのノスケさんの後ろをネロさんが追っかけて、アーカイブからなんか昇降機右側に入ってリンゴさんが弁当キルしたパターンはないんだろうなっていう。リンゴ目線はないですね。まあ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 、それはね、リンゴさん目線であったら怖い。無理やりひねり出しましたけど、あるのはそれくらいかな。まあ、でのすけさんを黒っぽく見るかどうかだと思ってて、うんうん、別にそんなに黒っぽくは見えないじゃないですか、その人の時に。わかりますか、やはり。だから、なんかその、だからこそヤーマンさん、タンズリで置いとくのも、まあありなのかなとは思う。まあ、マットかなぐらいじゃね。いや、あ、これででも、僕がね、のすけさんがです。うん、のすけさんが、そうそう。まあでもなんか謎の訂正してましたけどね、のすけさん。なんかそうなんですよね。それがあ、じゃああれは時系列、僕停電なる前にすれ違ったんが、なった後なんかあんまり、その左にめっちゃ人固まってましたって言った時にのすけさんが急に時間の訂正しだしたのが、あ、じゃああれはそのあのそもそも白、僕のせいでめっちゃ白出て、ヤーマンさんが白いのに釣られたらどうしようっていう話。のすけさんに通しました。嘘でしょ、あの、え変わった。まあのすけさんマットは別にあるかなって、まあ、ほぼないけど、
思ったけどね。まあなんか盤面的にはありそうですよね。のすけさんの言い方とかパッション的になさそうって思うけど、まああったら怖いっすね。うん、あとはつながってるところあんのかな。先端さんが結構見て、あれ間違えた、こっちか、アーカイブだったか、結構見てるから、急いで直す。12571、あ、言ってくれた、ナイス。ガヤムしてー、ほい。何ポイントだ。あらまあ、あらまあ、うん、見てませんね。見てないです。見てないです。見てない、見てない。リンゴさんは無理そうかな。無理だと思います。メイヤさん釣りたいんですけど、でも無理そうだなって思います。メイヤさん釣りたいんですか？無理です。なんでですか？なんでメイヤさん釣りたいの？あ、支援なので大丈夫です。メイヤさん無理です。なるほど。まあ、リアクターをリンゴさんが右側で直す、多分リンネさんが左に渡って直してます。はい、してます。で、まあ、リンゴさん直してのを放置して、ラブさん、メイヤさんが昇降機右入って、まあ、そこで 僕は、アーカイブのところでまたタスクしてたんで、はい、ほんと来てないですね、ゲンさんは。ゲンさん見たかも。黒、茶色、黒、茶色、え、黒、黒、メイヤさんとラブカスさんをアーカイブで見て、うん、その後タクヤさんとどっかでいましたね。あ、多分シャワーのところだと思います。シャワーですよね。シャワーの上 の、はい、その白見た気もする。あ、じゃあメインくらい、いや、わかん、ちょ、自信ないです。40-30% ぐらいです。うん、黒、茶色、栗、白、紫、茶って言った記憶が違うかな。ごめんなさい、あんまり、まあ一旦なかったことにしてください。はいはい、はい、わかりました。私多分浮いてると思うので、エレクでガショガショしてバイタル通って最後貨物に入ったところです。はい、うん、はい、多分常磐かな。タクヤさんガショガショ見てもらってると思う。ガショガショってか、なんかアスタリスクのところで多分一緒になったかもしれない。そうだっけ、そっか、うん、うん、まあでもいました、しゅうねさんは、うん、エレキには、うん、まあ、それを言ってシャワー行ってるんで。じゃあ、まあセンターさんの死人が正しい場合はちょっと怪しい位置になってくるって感じかな。あとラブさんも多分リアクターって抜けてってはいるかな、多分アーカイブの下側。うん、そっか、うん、抜けてメインエンジン宿舎前通路でセンターさんといます。センターさん以外にゲンさん見てる人いないんですか？ないな、ないかな。とったな。女性室とかで見たような、いや、わかんないわ。うん、けど、リンネさん右から左だったらできなさそうですよね。うんうん、その後、うんうん、ミーティング。ラブちゃん。シュッ。これなぁ。シュッ。こうしてこう。こうし。で、これもこうして、で、待って、これをこうして、ナイスー、ナイスー、ナイスボタン、ナイスボタン。先端さんが宿舎前入って、うん、で、金庫室に一瞬入ってちょろっとして戻ってきたんですけど、うん、あれは何の動きでしたか？あれは、殺気を感じて、ラブカスさんからの殺気を感じて、まあ殺されるなら通行量の多い宿舎で死のうと思って強奪してました。白っぽいな。それは今日ですか？今日？さっき？その死体がゲンさんが死んだったんです。はいはいはい。うんうん、ほな白、ほな白いな。
で白取り合えるのが絶対白取り合えるのがリンゴさんとメイヤさん。うんうん。あ、それにはい、タクヤも重ねられます。タクヤさんも白なんですか？右側にゲンさん貨物行ってない場合かな。僕は白なの。ラウンジに抜けたのは見てる。そうそう、ラウンジから貨物の配線に届くか届かないかぐらいで終わってるので、うんうん、まあゲンさんがそのリアクター中に右抜けてたらキルはできますけどって位置です。うん。まあほぼないと思うしですけど。ないと思いますね。うん、エレキ側は多分シュネさんが塞いでて無理だと思って、ね、うん、東シュネさんか。でも普通にメインとかでタクヤさん切れません？あ、切れない切れない。ん、なんでメインで切れる？メインとかにゲンさんがいたら、あれセバーの方から来たんですよね。あ、だから先端さんがそれその後に、メインの方で行ってゲンさんを見てるって言ってて、リンゴさんとラブさんをリアクター右のところで見てて、リンゴさんと多分アーカイブのタスクも一緒にしてるから無理じゃない、うん、あ、まあ先端さんの死人が一回なしでっていう話だったんで、なしで、まあ、まあ、オッケー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 、うんうんうん、まあまあ一応抜け、まあ、言ってることは正しいです。高谷さんが言ってる、シネさんがやってるかな、うん、やってないやってない何パーセントぐらい？皆さん聞くでも怪しいです。100万パーセントやってない。やってない、やってない、やってない。割合を飛び越えてきた。にゃん。まあ、たくやさん白いっぽく見えるけどさ、議論姿勢とか。でも、外せないかなって思うんだよね。でも割と白目では見てる。しゅうねさんか。あっち。あれ？りねさん？りねさん？ちょっと開けてもらおう。あれ？りねさん？ああ、治った。ほう、ナイスでーす。知らないんだ。これびっくり、ナイス。ミネさん、ごめんなさい。あ、いいね。なんかちょっと詰まっちゃってごめんなさい。いや、ちょっとなんか、コミュ前で、ミネ様が一旦コミュ前をスルーしてコックピットに行く動きをして戻ったので、直してもらったんですけど、コミュは無事に治ったので、ミネさん、強靭否定できます。はい、ありがとうございます。お前直せやみたいな。ごめんなさい。で、疑ってで、やってます。はい、見てました、リンゴさんが。はい、そうですね。直すしかないから、リンゴさん。タクヤさんは白っぽいかも。ありがたいです。それに僕はタスク終わりましたけれども。終わりました。僕残り1個。タスク重いので、ちょっと終わり、終わります。ここもあります。うん、次終わります。インポスターだから、じゃあ。違う違う違う、100万パーセント違う。皆さんテープタスク長かったから下手くそなんですよね。鼻で笑わないで。なるほどね。しゅっ、なんか矢印がすごいバグってんだけど、いろんなとこに矢印出て、あ、メイヤさんの、メイヤさんに惑わされたからさ、アーカイブのタスク終わってなかったよ。終わったと思ってたのに。私ボタンあるっけ？あ、押しちゃった。ボタンあったらミーティング行こうと思ったのに。お？え？メイヤさん？この人たち何してるの？え？タスク終わってるのかな？ちょっとリンゴさんタスクまだあるからさ、どうしていこう。ボタン、そうね、私ボタンあるっけ？あ、私予定ボタン押しちゃったんだっけ？うわー、押しちゃってた。ボタン押してほしかったな、誰か。とりあえずタスクを終わらせて、あ、
私が最後。正解は、ね、人生様だったのか。あーごめんなごめん、いや本当にごめんなさい、すいません、本当にすいません。いやー、してもらった方が良かったな、ごめん。あれは1キル2釣りっていうね、もう1キル1釣りっていう理想の展開、はい、でもリンネ様白を出されてたから、まあ良かった。いいキルは取ってたんだけど、うん、無理よね、うん、いやごめん、死体はね私見てるんですよ、貨物の金庫のとこで死んでて、おほーと思って。おー、そこか。いや、あれは私に釣りは使わせた方が良かったですね、リンネ様白を出されてたから。そうだな、まあでもどうせ間に合わんかったわ。いいよね、相方が雑魚やとね、本当申し訳ない、本当すいません。山田さんがお土産くるしてくれたらワンチャンあったかも。今オロナミン C 飲んだから元気はつらつよ俺。今オロナミン C 飲んだから終わりなんだよ。今から寝るよみんな。いやそこまで言うならがなかったら釣られなかった気がする。いやほんまに。なんかねもう腹立つなーみたいな。いやそう急に腹立つでしょ。これ言ってんねん思て。すいません本当に。今日の名言ですね。そこまで言うならローラーで言う。そこまで言う。全然言ってなかったけど。そんなそ全然言ってないし。俺寝なちゃってる。言ってないもんだって。もう全員白出し出したから。固まってらっしゃるからみたいな言い方。すごいインポスターだった。めっちゃ面白い。インポスターなのよもう。すいません。おもろかった。インポスターだ。インポスター。狙っちゃう。いや。